風はそよぎ、鳥は歌う。あれからどれくらいの時が流れたのだろう。僕とチェザさん、そしておまけの一匹は旅に出た。不死鳥を探して幾千里、農越え山越え谷越えて、辛く苦しい旅だけれど。そう、チェザさんの声を聞くだけで辛さを忘れることができるのだ。こら、死ね。これはいらない。何すんだよ、おまけ。いらねえならこれ全部食っちゃうぞ。ダメよ、リーヤの食いしん坊。ほーら、セラビー先生の作ってくれたおにぎり、おいしいよ。おお、すると不死鳥のいる場所は分かったのだな。はいです、大魔王様。不死鳥の羽が描いたのは山の姿でした。調査の結果、その山はありがとさんだと分かったでやんす。よし、行け。そして不死鳥の剣を手に入れるのだ。あの山にはガンダーがおります。あの二人にガンダーとチャチャはちょっと荷が重すぎるかと思います。なかなか敵にしてない。あの二人がしくじったとしてもガンダーが相手ならチャチャも無事には済むまい。おい、シーネちゃん、待てよ待てよ。あいつ怒ってるぞ。え、なんで？チャチャがタコさんウインナーみんな食べちゃうからだぞ。だって違います。チャチャさん、この旅の大切さはよくご存知ですね。まあ僕らの使命は不死鳥の剣を手に入れること。打倒大魔王、そして王家最高。チャチャさん、王者としての実感が近く。おい、大丈夫か？ほうき使おうよ。ここまで来たら男の意地。あっ、シーネちゃん、シーネ、一発！シーネちゃん。さあ、タカさん、あれがありがとさんです。あそこに不死鳥がいるんだな。不死鳥の剣も。リア、シーネちゃん、行きましょう。はい。ルルンタルルンタレッツラクー。くそー、誰だ落とし穴掘ったやつは。なんなのこれ。穴ぼこばっかり。隕石でも落ちたんでしょうか。腹減ったな。私も。シーネちゃん、おやつにしようよ。いけません、まだ予定の半分も行ってないんですから。ダメダメ、さあ行きますよ。お腹空いた、お腹空いた、お腹空いた。もう分かりました。この先に村があるはずです。そこでおやつにしましょう。わーい、本当にもう。今日のおやつは何かな。たくさんたくさん食べたいな。おーい、ごめんください。お留守でしょうか。誰か。鳥の声がしない。また穴だね。まだ新しいな。消えた村人と鳥の声、そして巨大な穴。誰か話が聞ければいいのにね。かわいい。なんだこいつ。なるほど。わかんのか、チャチャ。わかんない。シーネちゃん、変身チャー。まあ、かか、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 か。ピピピピ。わかりました。え？村の
人たちは岩石魔人ガンダーが怖くて逃げ出したんだそうです。岩石魔人ガンダー、ピピ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 ピ。ガンダーはこの辺りの鳥をみんな捕らえて空を飛ぼうとしているんです。じゃあこの穴はガンダーさんが落ちた穴なんだ。ええ、まだ完全には飛べないようですね。しかし変だな。どうしたのリーヤ、なんでこいつはガンダーに捕まんなかったんだ。そういえば、彼も一度捕まったのですが空を飛べないので弾かれたそうです。この子飛べないの。そりゃそうですよ。あれじゃ鳥というよりまんじゅうだぜ。確かに僕は飛べないけれどお願いです、仲間を助けてください。助けてあげましょうよ鳥さんたち。そうですね、その中に不死鳥がいるかもしれないし。まあしょうがねえな。というわけで、さあ鳥さんたちを助けましょう。不死鳥の剣を見つけましょう。ガンダーをやっつけろ。というわけで、まずはおやつおやつ。ダメ、こんな時に何のんきなこと言ってんの。ピピー、おやつは全部終わってから。やれやれ。しかしガンダーってどんなやつなんだろう。おやつ、ガンダー、ガンダー、岩石魔人ガンダーはどこにいるだす。大魔王の一の部下ハイディアスが来たでやんすよ。何を言うだす、一の部下は俺だすよ。俺だよんす。それ、アンヨは上手。頑張れ頑張れ。おい、ちゃちゃ。置いてっちゃいますよ。大丈夫？なあ、もうこいつ置いてっちゃおうぜ。そんな。俺は早いとこガンダーをやっつけておやつが食べたいんだ。そうですよ、我々には不死鳥の剣を手に入れるという使命があるんだ。チャチャさん、それは使命ではなくて悲鳴です。焼き鳥にして食っちゃうぞ。ダメ、私ピースケと一緒に行く。ピースケ？そうよ、ピンクでピーピー泣くからピースケ。ピー、お願い一緒に連れてって。ガッチガチ岩みたいでやんす。なんか先生の言い方素敵。ガンダ様一個すんでやんす。要するにピースケが飛べれば問題ないわけよ。それができねえんだから問題なんじゃねえか。ファイトよピースケ、絶対飛ぼうね。ピー、レッツ1ピーピーピー。さあピースケ、私の真似をして。ピーピーピー。そうそう、次行くわよ。羽ばたき羽ばたき羽ばたき。さあ次レッツ2。さあ行くわよ。ピピピピちゃん、僕に任せてください。レッスン3。さあシーネちゃんの言う通りにするのよ。いいかお前ら、俺だけおやつ食っちゃうぞ。いいな。シーネちゃん変身チャーン。キャッショー。シーネちゃんかっこいい。いや、あれピースケ顔は青いよ。どうしました。ピースケ、なんで、ピースケ、ピースケ、ピースケ、またピースケだ。ピースケの僕。
ってないで早く掃除をするでやんす。お前使命を忘れてないですか。何を言うでやんす。こうやって檻の掃除をしていけば必ず市長が見つかるでやんしょうが。はい、あとお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 と俺には楽しそうに見えるですがね。頑張れ頑張れ、ピッキーピッキー頑張って、ほらほらほら大丈夫です、頑張って大きく羽ばたくんですよ。頑張れ頑張れ、ほら、うん、大きく、もっともっと大きく大きく、もっと羽ばたいて、頑張って、あえ、やった、ピッキー頑張れ、さあそのまま羽ばたいて。どうにもお手上げですね。ピースケ、気にしないで、今までに比べたら大進歩だよ。ピピ、私信じるよ、ピースケ空飛べるようになる、みんなだって信じてるよ、だから自信を持って。ピッ、こりゃ自信違いだ。なんだありゃ、あれが、あれがガンダ。ひどい、何やってるの。電流を使って鳥を操っているようですね。よーし、いでよハサミ。さあね、もう一度行くぞって、こりゃ花見や。あ、チャチャさん、ハサミなら僕に任せてください。え、シネちゃん変身チャー存分に使ってください。あ、え、よくやったぜ、シーネちゃん。どういたしまして。チャチャとガンダー共倒れ作戦は失敗だったでやんすね。あっけなかった出すんだ。なんか睨んでるわよ。はぁ、来るなら来い。お前が変なこと言うからだぞ。うるせえ。愛よ、勇気よ、希望よ。セレインアローが効かない。ピピピピピピピ、強いです。こりゃひょっとしたらひょっとするでやんす。ほうほう、ガンダン、やった。
ちゃん、ありがとう。いやの力だったら負けねえぜ。バカ野郎、お前は邪魔なんだよ。ほっとくどっか行っちまえ。ピースケ、ピースケ、お前は逃げて。ピースケ、空飛べるようになる。みんなだって信じてるよ。ピー、やめろ。飛んでるだけじゃねえか。うん、見て、ほら。何やってんだあいつ。確かに飛んでますね。腹ペコだよ。グースカですよ。おやつだ、おやつ。
だおやつだ。ピースケありがとう。今日のおやつは何かな。たくさんたくさん食べたいな。おかわりしちゃうぞ。チャチャメ、ついに不死鳥の剣を手に入れたか。そのようで。それも面白い。握手しよう。いよいよお前の出番のようだ。どうしてどうして、なんで。この前はちゃんと戦えたのに、ウィングクリスが使えなくなっちゃった。こんなんじゃ大魔王を倒せないよ。ぼやぼやしてるときっとまた